はい、どうも、上石です。どうも、ほどはです。はい。というわけでですね、プレステ4ですよ。やっとね。やっとですよ、本当に。やっとね、買えたね。プレステ4をね、M 氏が買ってきてくれまして。見つがせてた。見つがせるとか言うなよ。違うよ。そんなんじゃないんだけど。優しい優しい。優しい優しい M 氏さんがね、クリスマスプレゼントって言ってくれたんですよね。はい。で、今回やるゲームはグラビティデイズと。グラビティデイズ。で、なんで俺この作品やろうと思ったのかっていうと、うん、これグラビティデイズ2がそろそろ出るんだよね。うん、そろそろ出てるか、出て、まだ多分1月の中旬ぐらいに確か出るって言ってて、うん、すげえ面白そうって思って。でも2からいきなりやるのはちょっとって思って、まあ原作があるんだったらね、原作からやった方がいいかなと思って1の方買って今回やっていきたいと思います。はーい、はーい、はーい。じゃあなんかリンゴに触れてくださいっつってるんで、リンゴにどうやって触れればいいのかな。タッチしていこう。タッチ、あー、丸ボタンでいいのかな。おお、動く動く、揺れるね、揺れるよ。おお、落ちた落ちた。なんだこの実況は。おー、落ちた落ちたじゃねえ。あー、もうすごい落ちてったんだけど。この距離から落ちたリンゴって割れるよ、ね、割れるよな。割れるよね。どう考えてもぐしゃぐしゃに潰れるよね。おお、何語なのかな、謎の言語。可愛い女の子の声が。じゃあ、いやいやいや、原型保ってる。原型保ってる、そこのリンゴ。普通にリンゴだね。リンゴだったね。潰れてないね。どうなってるんだろう。あれかな、ちょっと強い特殊なリンゴなのかもしれない。かもしれないね。で、ちなみに自分はいはい、プレステのゲームといえば俺プレ2で止まってる人なんで、このゲームのグラフィックの良さに動揺を隠しきれてないと。そうだね、3飛ばしての4だ。そうそう、3飛ばしての4だからこそね、ちょっと感動を覚えてる。すごいね、綺麗だね、すごいわ。俺もだってそこら辺のフリーゲームやってるだけでめっちゃグラフィックやべえとか言ってたのに。フリーゲームと比べたらな、それは強いやろ。レベルが違ったね。これプライスゲームだもん。どんだけ自分がね、古い知識で止まってたかっていうのがよくわかるよ。じゃあ新しいゲームを存分に、やっていこうか。いやー、すごいね。でもこの世界観はよく分かってないんですけど、時代の設定みたいなのかな、中世ヨーロッパみたいな感じなのかな。まあ日本ではないよね。まず日本ではねえ。まず日本じゃない。日本ではねえな。あんな帽子かぶってる、目の色があんな金色みたいな目してないからね。いないからね。まあ、外国でしょう。外国だろう、多分。さてさて、リンゴ、どこまで行くんだお前は。ほんとよく傷つかないね、このリンゴ。勝てんだろうな。プラスチックでできてるのかな。かじったら歯が欠けそう。リンゴやん。まず地面に落ちたリンゴかじりたくねえ。あえばいけんじゃねえかな。そう、3秒ルール、3秒ルール。いやいやいや、どんだけ転がってたと思う。相当転がすけどね。グラビティデイズ。やっとタイトルですね。はい。お、来た。かわいい。表紙の女の子だね。この子が多分主人公だと思うんですよ。逆にこれが主人公じゃなかったら誰が主人公なんだって話なんですけどね。って感じだけどね。あー、すごい猫ちゃん、黒猫ちゃん、なんか体が宇宙みたいになってるけど、キラキラしてんね。すごい、この子の服装すごいね。やべえな、さっきからすごいしか言えてねえや。にゃー、にゃー。始まり、にゃー。はい、にゃー、どうも、にゃーです。はい、お前どこの子、悪いけど食べ物は持ってないみたいなんだ。お家に帰りな。違う、お家にお帰り。口が悪いです。口が悪い。お前が来るところじゃないぜ。ジョジョ。はい、ね、まあ喋んないよね、猫なんてね。で、ここどこだろう。左スティック移動。あ、すごいすごいすごい。あ、この子この町の子じゃないのか。じゃないんじゃない。あ、いい太ももだね。はな、なんか太ももに
すごいトグロみたいななんか変な巻いてるけど、肌の色が好きだな。ああ、肌のなんか褐色肌っていうかさ。いや、にしてもキャラめっちゃ可愛いやね、可愛いよね。なんかあれだし、なんかトロフィーを獲得した。あ、本当だ。なにこれ、どうやって検索？さまよえる子猫。すごい。あ、これで走れるね。おお、ジャンプとかできるのかな。ひとまずここは多分操作確認だな。そうだね、うん。で、今それ以外はできないのか。でもだって移動してみようだから。とりあえず移動して、すごい走り方するね、うん、この子。どうしてだろう、何も思い出せない。記憶喪失の設定なのかな。設定とか言っちゃダメか。私どうやってここに出口を探さなきゃ。あ、本当にな、本当何も覚えてねえんだな。うん、ちょっと黒猫がめっちゃくっついてくるんだけど。かわいい。なんであいつ、え今さ、今さ、こいつ、え、なんか、なんか猫の移動の仕方がおかしい。空間転移してんだけど。地面から出てきてる。こいつ実体ないのかな。なんか黒の周りに白枠で囲まれてるしさ。強調されてるしな。すごい。誰もいないの？誰もいないんすかね。あ、ここかな？出口。はーい。出口到着。あ、アニメーションみたいなの入ったね。あ、なんか、え、人が降ってきた。何びっくりするわ。いきなり襲ってくるのこいつ。はい、なんすか。あ、掴まれた。キャー、かわいい。忘却に抗って。読めたね。読めましたね。これ明らかにヤバい絵面だろ。何この始まり。いいな。お、俺、はあ、あんたの子供。頭いかれてんな。いや、睨んでる。なしてなし強普通に強えな。間に合ってますから。何が間に合ってる。何が間に合ってる。若干ほっぺた染めてる。かわいいね。何が間に合って。まあ待ってくれ。違うんだ。何が違うんだ。うちのガキを助けてくれ。頼み方がおかしいよね。もうね、ハーハー言いながら近寄ってきたら誰だってさ、ビビるわ。話してたらな、え、何こいつってなるよな。え、うちのガキ助ける。いや、何の話ですか。あ、いきなり落ちてきた男、落ちてきた男、こっち来てくれ。はい、後に続け。はい、後に続きます。あいつすげえ走り方すんな。こんな傍観まがいのやつによくこの子ついてったな。本当だよね。落ちてきた男、頼む、急いでくれ。え、何何、え、いきなりこいつをどかす。ほう、力持ちじゃん。え、このおっさんすごい。すごい。見た目によらず。案外軽いのかな、ステンレス製みたいな。あれ、こうどうやって、あ、こう入るの。なんかホームレスかな。え、何、あ、すごい。見たことない顔だな。よそ者かい。よそ者かい。よそ者です。すごい、ホームレスっていうか、え、こいつ何してんの。心理さんにタバコ持ってねえか。持ってないです。のんびりしてる時間はないんだ。いや、のんびりしちゃうよ。その猫みたいなのはあのカラスの仲間だな。カラス？また別の。なんかオープニングにそういえばカラス出てきてたな。え、どっち行った？上か。上じゃね？あ、上だ上。あ、なんか動かない。今からお出ましかよ。いつも俺らは後回しだ。重力嵐だぞ。早く逃げろ。お？何重力嵐って？え、ど逃げればいいの？逃げればいいの？いや、上だろ上だろ。ついてこうぜ。え、ついてく？何重力嵐って？グラビティなところが出てきたね。やっと出てきたね。お？王子、お前のボールや、今度こそお釈迦だぞ。あいつの名前王子って言うんだな。ね、なんだろう、王子。結構かっこいい名前だな。ね。あの、なんか猫が出てくるときと同じようなエフェクトが出てるな。ね、今あったね。なになになに？はい。どこにいんの？え？どこにいんの。あ、上がすげえことなってんだけど、そこ、あ、家に、あ、あ、死ぬ。いや、助かってる。死ぬ。もう助けられないでしょ。無理だ無理だ。もう無理、諦めて帰ろ、諦めて帰ろ。無理無理無理。すげえな。何、あの空の重力バーじゃないけど嵐みたいなのは。お前クソ吸い込まれとるやん。で、どうしたらいいのこれ。急いでくれ、今見ただろう、うちのガキ家に取り残されて嵐に飲まれちまったら終わりなんだよ。でもどうやって、ほんとどうやって。あんたカラス女の仲間だろ。どんなとこでも行けるんじゃないのか。その猫もどきと一緒なら。カラス女だって。あんたピンピンしてるじゃないか。空から降ってくるの俺は見たんだ。頼む、あんたの力を使って助けてくれ。私の力？動揺を隠しきれないよね。
わけのわからないままにどん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 新しい単語が出てきてるからね。どんどん進んでいくね、これ。で、どうやって力を発揮すればいいんですか。猫さん教えてください。おすげえ、なにこの猫、怖超歪んでんだけど。なんかまとい出したの今、オーラを。おう、なんだこいつ、もしかして重力の塊みたいなのかな。あー、ブラックホールみたいな。ブラックホール、私に何ができる。いきなり飛んだんだけど、すごい飛んだ。すごい酔う。どうしてるの。すごいすごいね。これ今どうやったの。え、分かんない、勝手に移動した。な、何これ、何なの。私壁に立てるの。すげえ、重力を操るんだね。あー、これもしかしてお前が。いや返事をした。いや、マーカーに向かってください。数字は目的地まで距離を示します。32キロってこと、うん、あ、じゃあメートルか。右スティックでカメラを動かし周りを見ます。はい、で、そっち行けばいいと。おー、なるほどね。で、X ボタンでジャンプ。はい、到着。おお、勝手にまた飛んだ。すごい、なんか重力場みたいな、ブラックホールみたいになってね。吸い込まれてないか、これ。すげえ酔うな、これ。あ、やばい、もう死ぬよね。あの子よく捕まってられるよね。おお、持ってかれちゃっとるやんけ。もうボート見ないで。唖然としてるじゃん。いや、もう死ぬでしょ、あれ。これ、どうやって助けるの。助けられるの？飛べんのかな、これ。うっ、なんかすごいブロック飛んできたんだけど。止まった。あそこに行くの、もしかして。え、あ、動けない。R1 ボタンで無重力浮遊。そんなことできたできたで。無重力浮遊中に R1 目標方向へ落下。あ、すごい。あ、あ、あそこのやっぱ上に乗らなきゃだめな。失敗しちゃったね。で、目標方向へ落下、こうか。おお、むずいな、思ったより。できた。あ、すごい待っててくれるね、あのブロックペ、ね、優しいブロックだ。よいしょ。なるほど、なるほど、なるほど。慣れてきたぞ、一歩ずつ。はいはいはい、慣れてきましたよ。こういうことだね。はい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 、楽しい。で、あ、で、X ボタンでジャンプ。おお、飛べるね。すぐ行くから待ってて。逆だね。おーおーおー、これずっと続けていけばいいのかな。よいしょ、簡単だな。どん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 上がってくるような感じだね。よく、え、すごい。え、なんか出てきたよ。え、なにこれ、敵？子供連れてかれた今。なに、敵とかいる感じなの今のは。何、こっちのセリフだよ。本当だ、こっちのセリフだよ。おいしょ、すげえな。近づいているようね。で、お、チュートリアルが追加されました。ああ、なるほど。で、これどうすればいいの。ああ、あ、死んだ。おっちゃ、どう死んだ。後ろにあったのか。あ、待って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 、むずい。待って。あ、これでこれ動かさないと無理なのか。あ、待って、上上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 、吸い込まれてる、吸い込まれてる、吸い込まれてる。あ、どうしたらいいの。すごい、ちょっとカメラを上に向けてみようぜ。これどっちが天井。ただ浮いてるだけでしょ、これ。あ、なるほどね。その状態で目的地に向かって落ちれば。お、ぶ、で、終わった。あ、落ちた。あー、なるほどなるほど。これなんかどっちが前とかわかんないからすごいやりにくい。本当に無重力って感じだね。また落ちるぞ。ここね、ここ、はい。で、X ボタンでジャンプ。もうすぐ、どこだ ?R1 ボタンで浮遊。あ、ここか。もうちょい上じゃね、もうちょい上。大丈夫。おぉ。ある程度スティックで動ける。あの子すごいな。なんか来たよ。俺らいらなかったんじゃね。いらなかった。あれ？あれ？なんか、あらあら、マジックハンドみたいな。よいしょ、よいし。あ、もうダメだ。あー、アウト。お、お、え、ここからどうする。あ、すごい、主人公強い。主人公すごい。あ、なんか来てるよ。これ戦う系かな。主人公記憶がないのにめちゃくちゃ動けるじゃんね。にゃーん、猫かわいい。猫強い。
猫え、猫強い。え、猫強いあれ、猫強い。え、猫え、本当に猫強いじゃん。え、大丈夫これ、猫いなくなったりしないよね。あ、いるよ、猫めっちゃ強いじゃん。ああの猫倒しちゃったよ。親方、空から女の子がどっかで見たことあるどっかで見たことあるピーを入れとけばなんとかなるから大丈夫。あ、家が、家が、家がもうダメだ。だだだだ、アウチ。なんかこいつが突き落としたみたいになってんだけど、かわいい。いや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 、それで許されると思うな。まあこの子のせいじゃないけど。いや、子供を救ったからね。だってヘペロみたいな、うん、てん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 、恐ろしく驚愕なお話をしてるぞ化け物を見てるからな。こいつ家落としやがったって。おい、お前今何やった。え、ガキを助けるとは頼んだけど誰が家を壊してくれって言った。うわ、攻めてくるねこいつ。嫌なやつだな。嫌なやつじゃん。ガキ、ふざけんなよ、どうしてくれんだよ、返せよ、家を返せなんだこのガキ、腹立つわ。違うの、私が家を落ちないように言ってて慌ててて、いい加減なこと言うな。やっぱりこの怪しいやつに頼んだのが間違いだった。重力使いに関わると本当にロックなことがねえ。バカバカ、家には母ちゃんの片身もあったのに、家返せバカ女、弁償ろくでもねえな多分内心なんで私こんなやつら助けちゃったんだろうって絶対思ってるよな。俺だったら絶対助けねえけどな、うん、わ、私よし、とりあえず逃げよっか。ああ逃げよう。悪くないもん。うん、悪くないよ、あなた。悪くないよ、助けたんだもん。おい、逃げんのかよ、子供口悪くね、逃げんのかよたく、呪力使いでのやつはろくなもんじゃねえな。うん、父ちゃんいや、しょんぼりした顔してる。なんだ呪力使いって。あ、かわいい。なんなの、どうすればいいの、意味わかんない、もう嫌もう嫌何、お前どうしたいの。猫か、はいはい。あ、何あって、キキキキか、あれ多分キキキキキピーピーパンじゃない。あ、パンか。お、おお、ぶっ壊した。うわ、危ねえ。怪力かよ。ここの世界の人たちはみんななんか力が強いな、うん、ね、力強い。記憶を失いこの奇妙な世界に迷い込んでしまった私は。え、何これ、遥か先の、何これ、すごい、ハウルの動く城みたいな。ラピュタは本当にあったんだやっぱりこの子あれだったんだ親方空から女の子が